ソナイルラジオプレゼンティットバイトクス防災こんにちは八十四点一メガヘルツ fm サルースソナイルラジオプレゼンティットバイトクス防災番組パーソナリティの木村千代子ですこの番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害への備えなどについて楽しく語る番組です え、今日はちょっと気温上がっていませんね。かなりひんやりまあ、寒い1日となっています。今、あの横浜の気温ですね。7度2分ということで冬ですね。冬の気温となっています。さ気温の変化、大きい時期になっていまして、今日この後まあ、今週のお天気詳しくお伝えしていきますが、今日はあの肌寒い1日となりそうですので、体調管理など十分お気を付けください。 この番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろいろな話をしていきますさて備えるラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところに表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてくださいまた FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けますこの番組ももちろん生配信中です ぜひアプリもインストールしてくださいねえさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいメッセージの宛先は msg-fm-salus.jp でお待ちしております今週のテーマは 東日本大震災からもうすぐ10年になるということで、大地震への備えをテーマにお届けしたいと思います。などかもうつい最近のね。出来事のように感じますが、まあ、10年経つんですよね。まあ、まだまだあの？被災地ではまだ災害が続いている。そんな状況もまだまだ現実はあるところなんですが、10年経ちます。 皆さんもあの日の3月11日そして、まあ、その後の数日間に起こったこといろいろ鮮明に記憶にあると思うので思いますが、えー、私自身ですねこの3.1110年前ですね、まあ、どこにいたかというと大阪におりました。で大阪にいましてでその日は えと夕方からのラジオの収録があったんですけれどもちょうど地震があった時刻が自宅にいたんですねで自宅のマンションにいて大阪でも揺れました揺れてあと時間が長かったんですよねだかあまりにも初めはなんか地震ってわからないこれ何私ちょっとめまいがしてるのかなって一瞬間違うぐらいでも ずっと続いて長い時間続いてこれもしかして地震っていうので普段の今まで経験してきた地震とはまたちょっとあの体感が違ったんですよねでその後、まあ仕事に向かって仕事先で東北で地震があったよっていうことを知って東北の地震が大阪であんなにも揺れるってこれただごとじゃないなっていうふうに思って。 その日はまだ全然あの状況をつかめていない状況でやっぱり大阪ですのであの普通に生活をしてただテレビを見て状況を見てちょっと津波もの様子も見たりとかしてこれはこのあと本当に大変なことになるなっていうのを思いながら3月11日は過ごしました。で私やっぱり大阪だったのでその辺でっとあの温度感はあるんですが東京も実は 大変だっ実はですよねでその船越ディレクターねちょっとさっきお話ね、はい、あの聞いたばっかりなんですけどす、ね、実はここのスタジオにいらっしゃったんですよね、あのーうん、このタマブラザの、えー、スタジオに、えーえー、ちょうど生放送をやっておりまして。うんうん え番組が3時まででの生放送だったんですね、はい、なので本当にあの終盤に差し掛かるえ最後のねえエンディング迎えるためにま準備をして曲がかかってたんですけれどもえ揺れがすごく大きくて本当にあの木村さんがおっしゃったように地震なのか本当に何の揺れなのかっていうのが実感として。 初めてのの大きさだっったたでびくりししまねスタジオ実際今照明がいくつかついてるんですけどもそれも揺れておりましてやはりギシギシっとした音も聞こえてましてここサテライトスタジオで外が見れるようになってますのでやはりお客さんがねお買い物しているお客さんも皆さんただごとじゃないぞっていう。 このフェスティバルコートの芝生広場ってあるんですけども、はい、ちょうどねこのスタジオの目の前が広場になってるんですよ、ねはい、そうですね、うんえー、そこの広場にです、ね、皆さんあの中央に集まって避難というか、ね、皆さんどうしようっていう状態で皆さんお集まりになってて。 まあ情報を待つばかりという感じでしたね。うん、いやーもうじゃあ当日このタマプラザも相当揺れて、うんはい、そうですね,ね<ー>揺れてそれであの停、ー、電になってしまったんですよ、はい、この地帯が。えー、で、えー、ちょうど2時46分なので夕方に近づいていく感じだったので、えーうん、だんだん あのー、やっぱり普通は電気がつくのが普通じゃないですかです、ね、夕方にやりつれて、うん、電気がつかないと、ね、これは停電ではないかということでやっぱりちょっと外を様子見に行くと、はい、信号機がついてなかったりとか<ー>で近くにコンビニエンスストアもあるんですけどもうん、うん、照明がついてなかったりとか、はいえー、普段ついてるよう ついていなきゃいけないところに電気がついてないと、こ、うん、れはやはりちょっとただのことじゃないぞということで、で、えー、本当に、えー、その大きなことが起こってる、はい、大あのー、大変なことが起こってるなっていうのを実感しましたね。えーえー いやでもこのショッピングモールがね、うん、真っ黒になるってちょっと想像つかないですけど、はい、そうですね。ねもうないことですからね。ねな,ねないことですよね。うん、やっぱり東日本大震災もそれだけやっぱりも規模が大きいですし、うすね、もう皆さん初めて経験する大きな。 私の関西なのであの阪神・淡路大震災はまあ経験はしているんですけれども、はいねうん、またそれとも違う規模、まあ、津波もありましたしやっぱりまあ自然災害がまあ増えてきていて、うん、この間もねあの南半球で大きな地震がまあ頻発したりとかいうので、うん、やっぱり 地震活動期、ね、はい、入っていってるっていうことですよね。うそうですよね。はい、名越茂人、ありがとうございました。あ,そそありがとうございます。 とということでやっぱり3.11皆さんそれぞれのいろんな経験や思い出があると思いますがこの3.11以降国や各自治体企業や団体ではあの時の教訓を受けてさまざまな防災への取り組み実践されていますがやはりだんだん月がね経つにつれて最も身近な家族でやるべき防災への意識っていうのを薄れないようにしていきたいと思います。 で現在の新型コロナウイルスの感染拡大もあって避難所の役割も変わらざるをえない部分もありますで今の、特に高層マンションにお住まいの方にはこう言われているのが在宅避難という考え方なんですね。 でマンションは大地震でも倒れる恐れれていうのは少なくてです、ね、あの震度6程度であれば、まあ、マンションが倒れて住めなくなるということは、まあ、少ないと言われています。ですのでやっぱりこう自宅が居住可能であれば、まあ、自宅で避難生活をする。 とといいうことが進められていますあの避難所に入れる人数っていうのもやっぱ限られていますし人が集まるとそこだけ密になるということでやはりもう自宅で避難できる方は在宅避難をするということを今は準備を進めていきましょうということに今推奨されているところですね。 で今日はですね、この特殊防災プロジェクトで発信している備蓄の心得から、まあ、皆さんにお役に立てそうな情報をまあ、少しお伝えしていきたいなと思っています。で、このま備蓄って言ってもこう特別なものを買って、まあいろいろそのようにお金を使うっていう必要はなくって、のこの番組でも何度かご紹介していますが、まあ、実践されている方も多いと思うんですけれども、普段使っているものを工夫するだけで上手に備蓄できるこのローリングストー という考え方ですね。これはやっぱり推奨しています。このローリングストックなんですが、あのもう実際皆さんやっていらっしゃる方も多いかもしれませんが、あの今改めてちょっとご紹介しようと思います。で、ローリングストックっていうのは普段使っているものを備蓄にしていくっていう考え方で。えー 普段から少し多めに食材とか加工品とか生活用品を買っておいて使ったら使った分だけ新しく買い足していくっていうことで常に一定量の食料や生活用品をおうちに備蓄しておくっていう方法をローリングストックと言います。 でローリングストックのポイントやっっぱり普段の生活でで消費ししながら備蓄てていくっていくうことです、まあ、食料品生活用品などをこう一定量保ちながら消費して購入してっていうことを繰り返すことで、まあ、備蓄品の鮮度も保つこともできますし、まあ、いざという時にも普段の生活に近い食生活暮らしを送ることができるはずですよね。 ローリングストックぜひ皆さん、えー、実践されてる方もまたこれから実践しようっていう方もぜひこのぐるぐる循環させていく備蓄方法っていうのは簡単にできますので、えー、ぜひいろいろ取り入れてみていただけたらなと思いますえではここで「3.11」にちなんだ曲をお届けしようと思いますイマジジンン・ョンョレノンです。 ジジョン・レロンンレででイマジンでしたさあこのジョン・レノンの曲なんですが実は2011年5月4日に発売された東日本大震災チャリティーアルバム「SONGSFORJAPAN」の1曲目に収録されているということで本日おかけしました。 さああの番組前半ではローリングストックについてお話ししていきましたが、まあ、具体的にまあ何をどのぐらい、まあ、そしてど,ういうどのようにま備蓄していったらいいかっていうところを、まあ、引き続き「特する防災プロジェクト」の「備蓄の心より」お届けしていこうと思います。でまずですね、まあ、どのくらいの備蓄が必要かっていうのが、まあ、備蓄にはあの最低3日分と言われています。でそして マンションなども、まあ、在宅避難が、ま、の選択肢に入るっていう方は7日分以上の備備蓄を準備してください、はい、この3日分っていうのはこの人命救助にはこの72時間っていうの言われていまして、まあ、公的な支援が届くのにはまず3日は待たないといけないっていうところが考え方の前提としてあります。 まず三日間は自分で何とか生き抜くっていう本当最低の三日分、そして在宅避難を選択肢に入れる場合は何日以上暮らすことができる備蓄を準備してください。で、何を備蓄したらいいかと言いますと、水、そして食料、そしてもう一つ携帯トイレですね。えー、この三つはもう最低限あのー、ぜひ。 準備はしてておいてくださいでプラス自分の家族に合った備蓄品を、まあ、しっかりと用意しておくというあの順番です。まずは水そして食べ物で携帯取でこうやっぱりこの何を備蓄したらいいかっていうところを考える時に、まあ、ポイントになるのはこのライフラインですね。あの電気ガス水が止まった時に 何が自分一番困るのかなっていうところを考えて何がないと一番普段の生活と比べて、うん、自分が辛いなって思うところっていうのがまず選択自分の中でまず選ぶポイントになります。なるとまあ朝一番起きて、まあ、顔を洗ったりとか歯を磨いたりとかやっぱり一番初めに水は使うかなっていうところであったりとかあとやっぱりお手洗いですね。 ね、お手洗いあの携帯トイレっていうところですがやっぱりそこは止めることができないし一番健康にも直結する部分ですので安心してのお手洗いおトイレに行けるっていう準備をしておくあとやっぱり食べ物ですね食料で食料に関してもその家族に合わせてっていうところで家族にアレルギーがある人がいたりとかあとあの赤ちゃんがいたりとかあと高齢の方がいたりとか。 あの家族でもいろいろやっぱり食べ物にいろいろ制限がある方もいたりとか食べれるものが限られてる人もいたりとかっていうのもあるのでそういったところも考慮に入れながら自分の家族が必要なものを揃えていくというところをやっていくのがいいかと思います。まあ、その時時ににも家家族みんなでで話し合って災害時災害にあってて災災害害あお家で あの避難生活を送ることになった時にどういう暮らしをしようか何が一番必要かなみたいなあたりを家族で話し合って決めていくっていうそういう作業もすごくあの大事かと思いますので是非家族みんなで取り組んで何を備蓄したらいいかっていうのを決めていくのは良いかと思います。ああととやっぱりお料理をするる際にやっぱりカセットコンンロとガスボンベがあると もうあったかいものを食べれますし普段と変わらないあの食事を作ることができますのでこのカセットコンロあとガスボンベこれもぜひあの備蓄品に入れておいてくださいあとまあ自分でできる耐震補強っていうところではやっぱお住まいの安全対策ですかねまずあの家具の数を減らすあと背の低い家具にするあと配置を工夫するこの3つがポイントです。 ぜひ皆さん自分でできる耐震補強ですね、えー、まずは家具の数を減らして背の低い家具にして配置を工夫してもちろんあの家具転倒防止器具を、まあ、つけてですねあの転,あの転んでこないようにするっていうことも、まあ、もちろんやってもらってっていうところは前提ですね、はい、なのでその最低限のところまずはこの3.11 ね、東日本大震災から10年ということで備える機会と捉えて頂い,いて皆さんもできることから取り組んでいただけると嬉しいです。本日は「大地震への備え」をテーマにお届けしました。 日本気象協会公式天気サイトお天気 jp から今週のお天気をお伝えしますえ、今日はね。ほん寒くなっていますよね。真、まあ、冬並みの気温ということで、今の横浜の気温は7度3分ですね。今日もダウンコート欲しいくらいですね。私も今日あのダウンコート着てきました。で、この後ですね。神奈川県のお天気ですが、えー、やっぱり雨がちょっと続きそうですね。 あの日本の南に低気圧ありまして夜には伊豆諸島の南を東へ進んでいく見込みですで日本の東に高気圧がありましてその縁を回る湿った東風の影響を受けるので、まあ、雨は今日は続く予想ですそしてその9日ですね明日は低気圧が伊豆諸島の南ゆっくり東へ進みますのであと日本付近、まあ、東西に帯状につながる高気圧に覆われます で高気圧を縁をめぐる湿った東ガスやあと気圧の谷の影響を受けますのであのこおおむねですね、まあ、雲の多い天気となり、まあ、曇りとなる予想ですさただその気温ですね、えー、気温の変化が今日は寒かったんですけれども明日の神奈川県は12度まで上がる予想で3月上旬並みの気温となりそうです でこの後の天気ですが、まあ、今週は天気結構周期的に変わりそうですねで、その水曜日以降はぐっと気温が上がります4月す水曜日は18度まで上がって4月中旬並みということでその後も3月下旬から4月中旬並みの気温が続きそうですねまあ、季節がぐっと前進しそうな1週間となりそうです 最新の天気情報は、日本気象協会公式的予報専門メディア、天気 JP で確認できます。市町村別のピンポイントな天気予報に加えて、専門的な気象情報、地震、津波などの防災情報を提供しています。気象予報士が日々更新する日直予報士、花粉や熱中症、スキー、積雪などの季節特集もしています。ぜひ、日々のお天気チェックには、日本気象協会天気 JP アプリウェブサイトを活用してくださいね。 ラッドウィンプスで夜の淵でした、えー、今日は大地震への備えお伝えしていきましたまあそれぞれの10年前の3.11がありますねまああれから10年経ちましたで、あれからも地震だけではなくって気象災害も激甚化していますで、自然災害に対する備え まあ皆さんそれぞれいろいろ実践されてる方も多いと思いますがぜひ、まあ、この震災から東日本大震災から10年ということで備える機会もう一度ご自身の備え家族の備えを確認してローリングストック活用して普段の生活とそして災害時との垣根を低くする。災害が起こっても ちゃんと備えることができる力をつけていくということをみんなで今一度確認して学んでいきたいと思いました備えるラジオ来週も同じ時間月曜日にお届けしますパーソナリティの木村千代子でした